どうもこんにちは、ピープルゲットレディの田尻です。今日は水曜日のお休みをいただいていて、ちょっと子供と一緒にお出かけをしています。東区にあるマリーゴールドさんっていう、結婚式場なんですけど、そこでこのお昼の時間に、キッチンカーの集まりというかですね、イベントがあってるみたいなので、そこに向かっています。ちょっとね、偶然というかすごいタイミングなんですけど、ちょっとね YouTube を始めたばっかりで、せっかくなんでね、ちょっとこういろんなところにこうご紹介というかですね、しようと思って Facebook にこうアップしたんですよね。そしたらちょうどその日にこの自分の友人ももう何年ぶりかみたいなタイミングで Facebook にこうコメントというかですね、投稿してて、それでこのイベントに今日出てるよっていうのをこう文章で書いてたんで、と思ってですね、で本当自分もね何年ぶりかぐらい Facebook を開いたんですよ。だからお互いめちゃめちゃ久しぶりに触って Facebook をね触ったら、あのお互いの情報がこう載ってたっていうのがすごいタイミングで、ちょっとねもうついちゃってますけど、ここに行ってきました。全然使いこなせてない、ね、これどうなっとるんやろって感じよ。もうすぐ3歳なんだ。このね、この前来てくれた時には抱っこされとってね。同級生がやってるお店です。こんにちは。小中、小学校、中学校の同級生よね。ね、小学校からの親友です。まあもうマジで一番遊んだよね。あの庭とか山で川で遊んだ一番の仲間ですね、友達で。いや本当ね、アホかなっていうぐらいバスケをしてたよね。朝起きて夕方までバスケみたいな。今こうやって、キッチンカーで、こういうパスタとか、ホットドッグとかを作ってます。ポックンガーデン、名前はポックンガーデンですね。ダッチョガーデンじゃないんですか。ダッチョがあだ名だったの。ポックンガーデンっていう名前で、熊本でいろんな場所でやってるんですか。熊本で、はい、7月からオープンして、ちょっとずつ出店場所増えてます。はいはい。10月もこんな感じで出店。いや今日は本当ね、昨日のね夜 Facebook で出してるっていうのをたまたま見て、ちょうど今日休みだったんでこうやって来れました。いやいや嬉しいですね。YouTube のねネタになるし、ダッチョの紹介にもなるのかな。いやすごい可愛いキッチンカーですね。すごいしっかりしてますね。すごい。7月からスタートしてるそうです。ちょっとね、自分もパスタと、ハムサンドとホットドッグを注文しました。のんびり待ちたいと思います。出来上がったみたいです。ありがとうございます。これがパスタ、こっちがホットドッグとハムサンドですかね。ちょっと後でちゃんと写真撮ります。うまそうですね。
サンドいただきます。めっちゃうまいです。私の子も食べてます。今日気悪い。